準決勝は番手、石山さんの番手でしたね、はい、そうです。どうですか、不満ですかね。196まで、はい、ここを目指してるわけではないと思うんですけど、やっとこですね。早く役者になりたいです。役者になったから何も変わらないですけどね。もうね、こうしてね、在住者にもね、いちいち言われるし ね、 ね、すっきりしたいというのはありますね。すっきりしたいまあ、はい、そうですね、調子も上がりつつあるんで、はい、まあ少しやってくるんじゃないかなって感じで、はい、はい、私多分三者ついてくれるんで、はい、しっかりラインで決めるように、はい、ちょっと立ち食ですけど、大分勢が大竹さんと大野さんが大野、ね、はい、さんはあれなんですね、大野さんはついてくれるんですね、と聞きました。すごいですね。隅が短期ですもんね。そうですよね、もったいない気がしますけど、隅も富田さん の自力に期待が、まあね、まあ、頑張ります。戦いとかすんなり決まったんですか。まあ、上高いちゃん前でやりたいってたんで、はいはい、まあ、栃木バラインの、あ、なるほど、はい、あれもあるんで、あ、なるほど、なるほど、それもちょっとね、目はかけないんで、それだったらって感じで、来月、まあ、普段はもう上高の後ろにつきますよ。あ、なるほど、はい、まあ、今回はそうですね、来月は地元の西武園記念もありますね。まあ、そういう意味で大宮ですけどね、はい、調子を上げていくということで、はい、頑張ります。ありがとうございます。